こんにちは。今日はですね、この電動歯ブラシの紹介をしたいと思います。こんな感じですね。ブラウンのオーラル B の結構お買い得な歯ブラシの感じですね。まずこの蓋を開けて電池を入れます。最初この電池2つ付いてるんで、もうすぐに使えます。でプラスマイナス揃えて、これ最初開けるとき開けづらいんですけど、このボタンを押しながら、ちょっと出っ張ってるところを押しながら開けて、また閉めます。であとはもうこのボタンを押すだけですぐ使えますね。どんな感じかっていうと、このボタンをで離すと止まります。深く押すとずっと動いたままになりますので、軽く押すとこんな感じで使いやすいですね。でブラシがこんな感じでもうずっと回ってる。これすごい速いから見づらいんですけど、これすごい回ってますね。これで止めるとこんな感じですね。ブラシもこんな感じで横向きがいいかも。こうですね、はい、結構速い。回してもらう。ブラシが立ってる感じで動かしてもらってもいいですか。ちょっと見づらいのかもしれないですけど、結構凹凸があるんで歯の隙間にも入りやすいかなと思います。っていうか以上な感じで、手で磨くよりこちらの歯ブラシの方がきっと虫歯にもなりにくくていいかなと思います。はい、以上です。ありがとうございます。